上空には灰色の空が広がる京都レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。一番人気はもちろんこの子、スペシャルウィーク虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はハッピーミーク、2番人気は天皇賞馬娘マルゼンスキー、真っ向勝負に注目だ。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、マヤのトップがニホノブルボ。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク、マルゼンスキー落ち着かない様子。スタミナを切らさないか心配です。さあ激しい先行争いで前に出たのはマルゼンスキー、マヤのトップが並んできた。早くも激しい競り合い。それを見るようにニホノブルボ、少し離れて5番、13番5番手、その外並んで琵琶早秀。まもなく第4コーナーカーブ。エンジンの違い見せてあげるわ。これが私のフルスロットルよ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。ニホノブルボ、ここで抜け出した。互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。スペシャルウィーク、外で足を溜めています。400を切りました。最初のコーナーを曲がって、最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。リードを開いていくマルゼンスキー、200を通過、逃げるマルゼンスキー。ニホノブルボ追いすがるマルゼンスキー、突き放す先頭を取るマルゼンスキー、大楽勝だマルゼンスキー。ゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り、マルゼンスキー。 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはニホノブルボン、3着に入ったのは琵琶早秀。